どうも、本日はですね、向かい風、追い風の走り方というものについて、あなたに実践動画を交えながらレクチャーさせていただこうと思います。最近走ってるとですね、風が強い日が多かったので、風が強い中で走るのが苦手な方も多いと思って、今回、こちらの動画を撮らせていただきます。確かにね、風が強い日に走るの大変なんですけど、うまくね、その風を利用して走っていくこともできますので、ぜひね、今回の動画参考にしていただければと思うんですが、では早速行ってみましょう。まずはですね、向かい風。体の前からね、風が吹いてくる。これ嫌ですよね。向かい風の走り方なんですけど、まずね、一番大事なのが、体で受ける、風を受ける面積が広ければ広いほど、当然、進みにくくなってしまうので、まずはね、体で受ける面積を小さくしていくっていうのはまず第一前提です。でさらに風が前から向かってくるってなると、普通に走ってるとやっぱりかなり進みにくいです。ですので、この向かい風の時の一番のポイントというのは前傾です。体を前に倒してください。でただ普通に前傾するのではなくて、普通の風がない日にやったら、もう絶対前にこうトントントンといって倒れそうになるぐらいの気持ちの前傾、強い前傾ですね、っていうのを意識してみてください。なのでイメージとしては、風にもたれるような、向かってくる風にもたれるようなイメージですね、にしていただくと、本当であれば倒れそうな角度というのも、向かい風の場合だとちょうどバランスが取れて、自然といい感じで体が前に進んでいくと思います。でまず向かい風の一番のポイントは強い前傾、ものすごく気持ち前傾すると。でこう前傾と聞くと、腰からね、ぐしゃっとね、体を前に倒す、ちょっとこれオーバーに書いてますけど、腰から倒す前傾ではなくて、しっかり足から前に倒すような前傾ですね、を心がけてみてください。でそうすることによって、風の受ける面積というのが小さくなりますし、さらに、重心がかなり前に行くのと向かい風のバランスが取れて、自然と体がそんなに力がいらず体を前に運んでいくことができます。で強い前傾をしたら、あとはこの足をですね、ポンと上に持ち上げるだけで自然と前に進んでいきます。はい、で今度は追い風ですね。追い風のポイントが、今度は後ろから風が来てくれてるので、できるだけ風をたくさん、面積を受けることによって体をより楽に前に進めることができます。なのでこの強い前傾とは今度反対で、上体をぐっと起こすっていうことですね。上体をものすごく起こす。で普通のランニングだと、の時よりもさらにもう上体を、気持ちもまっすぐ、もう反るんじゃないかぐらいの後ろにの起こし方でもいいぐらいです。で上体をしっかり起こしていただくと、面積を受ける、体で受ける面積が広くなるので、この風がかえって自分のランニングをサポートしてくれるような方に働いてくれます。で、このね、向かい風と追い風どちらもポイントなんですけど、その風の吹く強さですね、強さによってこの前傾とか起こす角度っていうのは変えてあげてください。風が強ければ強いほど、向かい風の時は前傾を強めていただきたいですし、風が後ろからね、強ければ強いほど、追い風が強いほど体をぐーっと起こしていただくと、よりその風を利用したりとかできると思います。で、今日はですね、実際にこの向かい風の時の、この体を前傾した強い前傾の走り方と、追い風の状態をしっかり起こした走り方というのを動画で撮ってますので、ぜひ見比べていただければと思います。それでは、どうぞ。逆風の時は骨盤をしっかり起こし、風に身を任せるように体を前傾させて走ることで、無駄な力みなく走ることができます。順風の時は上体をしっかり起こすことで、風の力を利用して走ることができます。
最初の方ね、長々とお話しさせていただいたんですが、まあ、要はですね、向かい風の時は足からしっかり前傾をして、追い風の時はしっかり上体を起こすことによって、まあ、風にもたれろと、風にもたれるっていう意識を持っていただければ、風をうまく利用した走りができるようになりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったら、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。